ナイスブラザーども、失礼しました。僕は放送がね、なんでなかなか始まんないかってね、放送中一度も電話に出なくていいように全部電話の要件を済ませるんですね。そうすると5分で終わんないんですね。大変失礼しました。それではね、あのコロシアムのゴールデンタイムでございますが、本日平日にもかかわらずナイスご来場のゼロリスさん、ひろゆきさん、ムッチーさん、6番さん、7番さん、マーリンさん、9番さん、アンドリューさん、11番さん、ハルトさん、M グランドさん、ラッキーさん、デビリスさん、17番さんね、ハルトさん結婚記念日おめでとうございます。デビリスさん、17番さん、ラッカーさん、チャムスケさん、ココさん、ユレリアさん、クマサルさん、ナイス、ミラプーさん、シゲさん、オビアンさん、マッカチンさん、暴言のショウさん、ヨーコマンさん、31番さん、シンペイさん、ジオットさん、オールージュさん、ナイスバゴツ、ヨーコマンさん、お刺身届きましたか、はい、はい、アリーさんバゴツ、グランプリ団体戦は18、17からスライムさん、こんばんは。この前ランクインされたスライムさんですか。はい、スライムさん、ポッツさん、和ごつです。まあ今夜も愉快だな。誰かちょっと怪しい驚けもんないか、これ大丈夫か。怪しい驚けもんがないかまずチェックして、ないな、怪しい驚けもんなし。たまにここで手紙を起こしてくる人いるからな。ナイス、スペシャル福引きからのスペシャル福引きからのスペシャル福引き、ナイス。さあ皆さん、団体戦が金曜日から、今日水曜日ですからね、18日からの、はい、ナスガルドとかいいでしょ。今月中にバー、ナイスオビシャン。次24日俺、あとロアバーが20日ねえ。今日ちょっといたらロアバーやってながら、ちょっと今日1時間ぐらいいたわ。麻雀かけることなんかしませんよ。何言ってんすか、あの遊びで遊びで。点数をいっぱい持ってたらみんなですごいっていう麻雀やろうぜっつって、ソフィーに2回飛ばされた。何もかけてないんで別にね、ないですけど、まあプライドをかけてやって、まあ向かってきましたね。まあとにかく俺がソフィーに振り込んだね。やっぱりこいつとは合わねえなと思ったよ。箱した箱した、2回箱った。さあということで皆様、フィグコロ本日募集させていただきますが、先日もねグランプリランカー5位のフリンさん、10位のマサト君、対決してね、マサトが優勝。その後マサトが愛と場外乱闘で、愛がちょっとライン超え気味になって、あの私から放送外で警告が入るというね、そんな中からのフィグコロでございますが、さあ皆様、フィグコロ募集いたします。フィグコロ選抜戦、賞金が1000万の100万ゴールド、いやあれは、いやあれは、いや、まあ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 、どっちが悪いって、まあ、愛ですよ。どっちが悪いがさ、愛ですよ。ダメです皆さん、エンターテイメントアオリーですけどね、ダメですよ。ドラクエと関係ないこと煽っちゃダメですよ。さあというところで、放送主の方々募集させていただきたいですが、サポート仲間、はいはい、
まあ新人の方々に来てほしいですね。なかなかね、今期ぐらいからグランプリ参戦しちゃうとかね、これからちょっとコロシアム頑張りたいかなという人たち来てほしいですね。賞金1000万の100万。放送主を2名様か3名様募集したいと思います。放送主こんばんは。放送なし。さあ皆様いかがでございましょうか。平日のこの時間なのでね、今日はまあ流れがほどほどだったらこれともう一戦ね、ここまず選抜戦で募集させていただきたいですが、放送してくださる方が2名もしくは3名様ご参加いかがでございましょうか。放送終わり。はい、アイさん、そしてアイ、ウタイ、そして雪のしずく、雪のしずく。多分できます。いいですね。マサト、それではアイさん、ウタイさん、雪のしずくさん、マサトさん、構成ください。さあ早速オープニングから来てくれました銀鎧トップランカーマサト、そしてそのマサトが多分本気でこの野郎と思ってるだろうアイ。そして歌雪のしずく久々に来てくれましたね。リーダーの方々構成ください。いや寒いな。雪のしずく戦士、雪のしずくが戦士、戦連旅走、そして愛が旅芸人、戦パラ走、マサトが、パラセン旅走。やはりセンパラ旅走がね。そしてウタイが私旅、チャレレ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 。マサルノスさんが生主になったら本当かよ。終わったな。謎なのがいいのにマサル。ちょっとマサル子供っぽいからな。隠しとけいいのに。マサル前深夜の放送見たけどしょうもねえ放送だったマサル。マサルやめとけよお前。
隠しといた方がいいんだよお前見てるタイプは。お前もうこれだからキッズは。そんなわけで大変ですね。マサルさんは勝ち続けなきゃいけないですね、うん、表に出たかったということは勝たなきゃいけないですね。これがまた難しい。表に出たがると弱くなるからな人はな。最初から表で頭張ったやつしか真のチャンピオンにはなれねえからな。さあこちらが歌い旅からの、別にあのマサルディスじゃないです、普通の話をしました。ブからの族、盗賊、そして賢者、はい、オッケー、愛、戦士、パラディン、僧侶、そして歌い、舞踏家、盗賊の、賢者、雪の雫、戦士、レンジャー、旅、僧侶、マサトは戦パラ、旅、僧ということで、オッケー。それでは道具いないね。おい、来た、タカヒロ、来た。さあ、タカヒロ、盗賊からの今度は、レンジャー。レンジャーがリオさん、リークさん、リークさん、チュンさん初登場。さあリークさん、ストレイキャッツ来た。さあリークさん、こちらが、さあこちらケイスケ君のチーム、ストレイキャッツリークさん行きましょう。リーク初登場、レンジャーナイスナイス、こんばんは。リーク、レンジャー、そして、これがあとは、旅を、スケさんジャパンスピード、旅芸人ミーツンさん初登場。さあミーツンが渋、ゴールドドラゴンとか渋。さあミーツン、ゴールドドラゴンからの装備失礼します。装備はいいですね、装備いいね、光 18% 風 14、 大戦機から、おお、ずいぶんいい装備だね。おお、ゴールドドラゴンから来ました。アクステは当然終わって、これが準理論、理論値からの攻撃、ずいぶんいいベルト持ってんのこれ、なんだこれ。攻撃銃回転 1.5、 土ダメージ、不思議のカードからの炎光のマガタマ、いいね。さあミーツンが、こちらが旅芸人から、さあ新しい人優先で失礼します。雪の雫、ミーツン、ミーツン、旅芸人多いね。さあ来た、ここでスピード、これはランカーチームでいくか、スピード旅芸人、スピードランキングない、スピードランカー、そして戦、さあ舞踏家、すごく本日も大勢来ていただき誠にありがとうございます。フィクサー赤に郵送どうぞ。おぉ、デイジー、おや、激波起きたか。あのデイジーさん、ブログだとすごくなんか感じいいっすよね。デイジーさん、ブログだと感じいいって評判っすよ。いつも応援ありがとうございますとか言うらしいよ、デイジー、ブログで。やばいよな。
デイジーブですが、これは MVP。 これマインドさんはあのマインドさんですか？マインドさんとか出てくるの早いんじゃないですか？早いってあれですよ、レベルが低くて早いんじゃないですよ、レベルが高くて早いんじゃないですか。そしてこちらが、戦士。スピード何か教えてくれよ。スピード何やったの？スピードレゼール、ジョーカー、ムーン、ノリ。戦士が1、2、3、4、5、スピード67位、スピード67。おー、ヘカリム来た。ヘカリム、ちょアイんところをちょっと頑張るよ。 どなたあなた12時から指定とか渋いね。ヘカリム戦士、これアスグレル、ドーナッツさん。ドーナッツさん渋いな、名前が渋いぞ。ドーナッツ、おー、謎の戦士ドーナッツ。麻痺怯えからの、おー、凱旋機、おー、もうちょっと頑張った方がいいな。おー、セダン練習した方がいいな。ベルトもまあいいな。テレレレレ、ロアバー、ロアバーね。いや、今日いろいろ会社契約があって言ったけど、ロアバーやってたよ。1時間ぐらいいたよ。知ってるお客さんしかいなかったから。さあ、こちらが、これが、戦士、ドーナツ、ユーマ、ノリ、デビリッシュ、ヘカリム、ジョーカー、レゼール、ムーン、レゼール、久々に来てくれたから、これ、レゼール、レゼール戦士行くけど、ドーナツ気になるけど、マサトのところはちょっとこれ本命筋だからな。本命筋からの、失礼。オワットがこれいるのか、賢者。ここら辺はちょっと新人さん優先で。新人枠。雪の雫、賢者がいない。賢者いねえよ。ドーナツ賢者できないよ。賢者いない。え、あれ違った、あ、うちは僧侶、失礼。あ、そうだ、失礼、歌いだ、歌い。賢者いないよ。ということは、先にパラディン、ルシール、ユレリア、クロックス、エステル。さあ、パラディン枠はルシールさん。さあ、ライトユーザー友の会から、ルシール、パラディン。さあ、ライトモからのランカーの人は教えてくださいね。それから僧侶が3人、僧侶。さあ、歌いさん、賢者がいませんね。セフィールド、ロブ、オシオ、ランマ、イブ。ああ、これはやっぱりな、これはやっぱりサラシクソ生主ランマさんを入れないと。ランマはアイんとこ入れよう。これはな、人間的に問題ある人たちね、集まりました。ルシールさん、すいませんね。アイさん、ヘカリムさん、ランマさん、問題あり。ルシールさん、わからない、わからないからの僧侶が、どこもオショさんっていうのは、これめちゃくちゃ強い人だな。オショ、コグマ王の人だったな。まだこれが、ロブさん、ロブさん最初に来てくれたからな。ロブさんは最初に駆けつけてくれてからの、これタイガー君のチーム。
ロブさん、ロブ僧侶、僧侶は多いんだね、やっぱね。ロブ僧侶で、これ久々に来てくれて、おしょイブブギー、どこもだけ、どこもだけさん、どこもだけ最強か、どこもだけ闇の軍団、闇の軍団からの光、風、風、光、精霊王、精霊王、博愛、あれだな、一昔前だな。というところで、これ、和尚だな。どこもだけさん、次の新人枠だな。この和尚は伝説的にこれ強かった道具使い、コグマ王国、コグマ王国クイック、やばい、この和尚とどこまだけはこのクイックかどうかで決まっちまった。おそらくフォーチュンな気がする。和尚コグマ、和尚コグマ王、おしょ、そして賢者、次の選抜でな、賢者がいません、賢者だとすぐ行きます、賢者お願いします。まあここが対抗だろうな、ランマも僧侶も TA もできる、愛も僧侶も TA もできる、アスグレルは TA できない、ルシールさんは多分ライトムだからコロシアム専門、賢者、歌い、賢者、ダメだ。歌い、賢者がダメだ。さあ、賢者人口は、頑張ってね。構築、でもあれだ、盗賊と部が入ってるから賢者がいいんでしょ？どなたか賢者の方いませんか？あのデイジーさんはあのあれですよ、 MVP ですよ、バトルマスターの勝利回数と、あと撃破数。あ、右京さん、右京さんドラケーやられてますか？コロシアムですけど大丈夫ですか？右京さん、右京さん一応メンバーだけ言ってもらっていいですか？右京さん固定ですか？おちょ、賢者いないな。ちょ、賢者お願いします。右京さん、賢者でいきますか？こんばんは。右京さん、賢者いけます？あの、しかも皆さん、デイジーさん、今回武道家ですけど、あの、バトマス削りなんですよ。削りのバトマスで撃破数1位っていう、伝説の、どんだけ削り損ねたんだっていう。いや、賢者いねえな。俺バレンタインチョコ17個もらっちゃった。ナイス。バレンタインチョコ17個もらって、そのうち3人男の人だった。賢者さん頼みますよ。いや、ここ結構いいよ。歌い、高弘、デイジー。高弘23位、デイジー MVP。歌いのどっか。友チョコ。ユニティ所属、歌い。歌いがの、ねえ、なんか装備が強いか弱いかよくわかんない。巨匠。よくわかんねえな。よくわかんねえけど、あんま強くねえな。歌いあんま強くねえな。今回の出場者の中で最も装備弱いな。
さあ、歌いデイジー高弘賢者さんいらっしゃいませんか。1名様賢者が来てくれれば決まり。歌いお前そろそろ帰ろや、構成そろそろ僧侶でもいいですよ的なこと言えや。やっぱ賢者じゃなきゃダメなの。賢者の方、賢者人口が少ない。ナイスワゴス。皆さんどうしても賢者が来てほしいんです。お願いします、渋くお願いします。あと皆さん、右京じゃがいもラジオ、なんかもうなんかひねりねえな。あれ右京さん、それ3人しかいなくないですか。右京じゃがいもレジェンドダメでしたって3人、3人でやるんすか。賢者 OK、 うさだカイトナイス、うさだカイト、さあ OK。 それではどうぞよろしくお願いいたします。バイトはコナコナ君が来てくれてます。どうもありがとう。あの遺伝子組み換えの、さあというところで今日は受付はコナコナくんがやってくれております。今日も始まりました、ナイスフィクコロ219の3番地、1万ゴールドからの1点最低50万から、賞金が今回1000万の100万ゴールド、22時48分受付終わりと。すいません、お手紙処分からの皆様郵送受付開始いたしました。本日もどうぞお熱いベッド、ナイスベッドお待ちしております。ナイスで、この前マサと不倫熱かったな。まあでもマサとはね、愛にだけは負けたくないでしょうね。ユリガさん、今日もあの募集ですか。今日も固定の人募集ですか。俺も明後日からやりてんだけどな。明日2をやろうかな。さあ削ってからの削り、ちょっとスーツ脱ぎて、ちょっと部屋暖房効いてきて、スーツ。あのちなみに皆さん、アストルディアギャンブラー速報ですけど、サユリンゴアストルディアギャンブラー速報、レゼール400万からナイス。さあレゼール久々に来てくれましたね。400万からがサユリンゴ、ナイベットからセフィールドからがヘカリム300、セフィールドさんまた来てください。300万ゴールドセフィールド、言われるよ。あの皆さん、アビバー直後のロアさんですけど、この人昨日イツサバのダイスでいくら稼いだか知ってます。今日嬉しそうに語ってたよ。ブラザー、チャガワ刺しましたよって言ってました。イツサバでチャガワ刺しましたよ。へえ、いくら？8億って言ってました。おい、5000万ゴールドがあるわ。5億の間違い、5000万か。さあランマに5000万ゴールドがあるわ。成金違いますね、ベッド額が。さあこちらがマサト軍でお願いします。 AS モモさん、ナイス。さあ AS モモさんからがマサト、ウェディのモモさんですね。ナイベット。さあコチュ1000万ゴールドからがマサトに1000、ナイス。
1000万からがナイスコチュ、そしてラッキーマサドさんでナイス200万ゴールド、200万が、ラッキー、なんだこれ、あれなんかおかしいな、ちょっと待って、変換おかしいな、いやなんか変換がおかしい、なんだこれ、なんかおかしいぞ、なんかおかしいなこれ。さあラッキー200万ゴールド失礼しました。そしてこちら内海くん、マサトさん1000万ゴールドナイスアンチ愛嬌。さあ内海くんが、こちらがマサト1000万入りましての、さあ皆様早くもお厚いベッドの数々、さあ歌い群にベッドはありませんが、まあまあね、まあなんだろう、まあまあデイジー次第、マサトがパラディン本命、雪のしずく新人、ウタイがデイジー次第、愛が太鼓。いやデイジーのブログがすごい爽やかだっていう話聞いてな、俺もデイジーのブログ見たいな。ところどころ日本語おかしいらしいよ、だけどなんかめちゃくちゃ感じいいらしいよデイジー、皆さん応援ありがとうございましたって書いてあるらしい、デイジーのこと応援してる人。デイジーってそんな応援されるキャラだっけ。さあキャメロン500万ゴールドからがマサトナイベット、さあそしてタヌタン1000万、雪のしずく7、デイジー応援する渋、デイジーファン、デイジーさんちょっと一回オフ会来てくれませんか、デイジーさんちょっとクマサルバーやったらちょっとオフ会来てくれませんか、デイジーさん。さあタヌタン700万からタカヒロ300万、意外とクマサルとデイジーが仲いいっていう。さあタヌタンがナイスからタカヒロ300万からでございますが、こちらプレタボルテマサト100万ゴールド。いや、デイジーさんは俺女性な気がする。だってもうネット界だと俺よりデイジーのがあれだろ、悪なんだろ、あんまりそういうイメージはないけどな。さあハローワーク雪のしずく200、ナイス200万ゴールドからがハローワーク。まあ、でもこのさ、ランマにしろデイジーにしろアイにしろさ、 TA をやろうがコロシアムをやろうがすぐ結果を残してすぐこうやって出てくるっつうのはやっぱりプロやな。そこら辺のギャンブル批判してるしょうもない低知能なブログ書いてるやつよりよっぽどプロだよな。ギャンブル依存症は結果悪いぜ、いやそういうこと書いてるしょうもないやつのブログの方が1億倍かっこ悪いよな。ほんとブロガーダセーやつ多いな、ほんとダセーよなブロガー、なんとか味噌ダセーよな、気持ち悪いし、もう大嫌いだわやつ、気持ち悪い、ほんと話題出すのも今吐き気がしたわ。さあマサト1000万ゴールドナイス、いやちょっとそういうのちょっとあんま僕もちょっとあれなんで、僕も長生きしたいんで、いやもう気持ち悪い、気合で気持ち悪い、気持ち悪い、もう気持ち悪い、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 もう気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。でこれ相手に背抜けているくんねって書いてるの本人だから気持ち悪いな、もう本人が放送配信で気持ち悪いな、ほんと、もうああいうやつ一番嫌いだもん、気持ち悪いな、もうああいうやつ上司いたらほんと最悪だもん、速攻会社やめるよ。さあ1000万ゴールド綾カーブからがナイス、一言追撃でセンスあるやつとセンスないやつって分かれるよな、もうセンスないやつはやだよな、だから二度まりなんだもん。魚のこちらナイスレンから、まあ二度まりのやつは一生二度まりだからよお前ら。さあ愛300万から、さあ
あと5分ぐらいですよ。さあモルルちゃん、まあそんな俺はブログランキング今50位圏外になったけどな。さあ200万ゴールドからの、俺1日かかないと順位が10個ずつ落ちるからな。渋いな。またブログを連日書いた際には皆さんどうぞよろしくお願いします。さあこちらが俺 A 型 A 型低いなっていいよ。 I300 からの A 歌い200ナイス。しょうがないよ、もう嫌われてんだからブログ界でしょうがねえよ。さあこちらがナイス C4 からが、ティーティーリーリー、ナイス。いや放送のみんなが入れてくれるから、放送のみんなが入れてくれるから順位が上がって、あの放送のみんなが入れてくれなくなるとすぐ下がるんだよ。にわか、所詮ね、にわかなんだ俺は。にわかブロガーなんだよ。さあももさんからがエース、ももさんナイス。和骨初見です、はじめまして、ナイス、はじめまして。そしてこちらがアキラさんからが、歌い雪のしずく200。あった、ブレインヒルドいくら、歌い雪のしずく200200、歌いからのアキラ雪のしずく200、これプライドの曲。さあ花ちゃんからこちらデイジー50万ゴールドナイス。50万からが花ちゃん、ありがとう。さあパドメからマサト2000万からがナイベット、2000万パドメ。そしてユリカ、魔物使いの席ってなかなかないですね、今夜も暇なんで募集させていただきます、後に食は問わない、ランマ200ナイス。食問わねえのかよ。さあ200万からがユリカナイス。さあユリカ魔物使いの MVP、まあユリーカの魔物 MVP とデイジーのバトラー MVP はもう努力のあれだわな、努力の賜物だよな。さあマサト100万ゴールド、ライム、しかし最終的にはやっぱ努力をするやつが勝つからな、まあ、努力を続けたやつが勝つからな。さあ100からの50からのトツカーナスピちゃん、スピちゃんって誰ですか。あスピードね、ナイス。1000万からこちらトツカーナナイベット。そしてキコリーナイス、こんばんは、新人応援キコリーナイス。新人がこちら、まあ、雪のしずく新人じゃないけどな。100万ゴールドナイスキコリー。ロブさんも前来たことあるよな。愛が100万ゴールド、100万からがマサド軍に100 OK です。新平ちゃん久々元気ですか。100万ゴールドナイス新平。あの茂雄が最近新平お父さん見ないなって言ってましたよ。今日も浴びはいましたよ。新平からがこちら100万ゴールドがマサドで、ブレンヒルドが俺にいくら、ブレンヒルドのベッドが、ブレンヒルド誰にいくら、チャットで教えてください。サンパンマンが150万ゴールド、アンパンマン I100、 アンパンマン、そして雪のしずくが50。しんべヱちゃん、あんま聞きたくないよそういうの。面白くない話なの、新平ちゃん。でもおめでとう。まあ、新平ちゃん彼女できるよな、そらな。さあ、ブレンヒルド。さあ、ブレンヒルド、アイ軍に200。マルチョさん、フレンドどうぞ。フレンド、OK です。さあそれでは皆様ナイスこんばんは。それでは皆様こちら愛軍が現在2番人気は 2.15 倍、歌い 13.6 倍、雪のしずく 9.5 倍、はマサト 1.65 倍から、1番人気はマサトさすがの銀鎧パワー、ここにレゼールスピードピカハラ軍でおなじみのオショ、
1.65 倍ですね。一回お深い連れて行こうか。いや、しんべヱちゃん、連れてこい。ドラクエやってる人なんですか。さあ、そしてこちらが、マサト100万ゴールドからの。さあ、ニーヤン。さあ、マサト100万からが、ナイベットからのマルチョランちゃんに500万。500万がマルチョからがナイベット。そしてノノがマサト軍200万ゴールド。ノノ、さあアリー200万ゴールドで、これがアリーがどこだ。アリー200、グロージャン、マサト500、マサト500。彼女もニコのプレミアム、わらわら上機嫌だね、しんべヱちゃん。さあグロージャン500からのデイジー100、100万ゴールド、グロージャン。そしてノリ200万の、ノリは固定できて、固定で200万からのノリ、これが愛、雪のしずくとスピードに書く100、100万ゴールド、アリー。もういつもこのアリー小手半で NG スコア超高いと笑っちゃうんだな。さあそして海王が愛200万、海王。そしてデイジーが100、海王、ナイベット。そしてザ・マサド1000万ゴールド、1000万からがザン。そしてデイジー100。さあ皆さん、まもなく締め切らせていただいてよろしいか。ノリネムマサト200、ノリネム。さあイエソン、ヘカリム100。まあ、ヘカリムさんは見張りしてるんですけど、アスグレル君ですね。そしてこちらマサカネさんがマサト400、マサカネ。そしてアイゴット来ました、ウタイ雪のしずく来た。アイゴット3番人気4番人気張り、アイゴットからの、アイゴット、なんだこれ、ん？なんか変換が変わってんな。ちょっと待って。なんか変わってるぞ、これ。なんかおかしいぞ。DDO ってやると、あー、これ、なんだこれ。あー、なんかこれ、なんだ、変わっちゃったよ。なんか、入力方法が。どうやって変えるんだろう。参ったな。DDO ってなると、なー、これ。そう DDO で2オになっちゃう。困ったな。いや、これ困ったな、これ。まあいっか。アイゴット歌い軍雪のしずく200。さあシェーラーさんが中身入ってません。シェーラーさん中身ないので確認お願いします。マサト300、アルトプラス、ありがとうございます。チャラー、300万ゴールドから、一口200からです。こちらフレンド200ですね。少佐マサト300、フレンドは200から、チームが50からです。50万ゴールド、ピグミンが、愛軍。そしてこちらサイトゥーが愛50、デイジー50、50万ゴールド、サイトゥー、デイジー50、サイトゥー。
そしてソフィア愛さん150からがソフィア。プライドのテーマかっこいいよね。天神来たマサト200。さあ皆さん、さあしんべヱさん恐れ入ります。200万ゴールド天神。そしてソフィアがロブ50万ゴールド。ロブがここ新人50万。ソフィア。そして健康デイジーの時代来ますよね。知らない。200万ゴールドが健康。さあシェラ失礼、アイさん200万ゴールドからの200万からがシェラ。そしてアルテナマサート100。そして新平さんがこちらが、マサートに200で OK ですね。それでは皆さんラスト10通でお願いいたします。読み上げ開始からの読み上げ終わりで、こちら開始とさせていただきます。読み上げます。こちら、アイ、ヘカリム、ルシール、ランマは2番人気 2.35 倍から、ミツヒデ7、ユニオン20、タッキー30、レインディア、ユーリソ、ピグミン、サイトゥーまでが50、ハルト、レン、アンパンマン、イエソンまでが100、ソフィア150、シーオン、ユリーカ、ブレンヒルド、ノリ、カイオー、シェラまでが200、セフィルド、モルルちゃんが300、マルチョ500、ロアが最高ベット5000、こちらアイヘカリム、ルシール、ランマは1000パラ旅、そうですね。そして左から2列目ウタイ軍ですね。ウタイ旅芸人、デイジー、舞踏家、タガヒロ、盗賊はランカーの23位、そしてアストルティア1の問題児村民ウサラカイト、ここは賢者 10.1 倍、セスが5、プクプク軍スジコさん10、シンディ、スト30、ストさんはじめまして、ナオト40からのタイガー君ね、 SWAT のリーダータイガー君、タイガー君、デイジー、ラリックマ、ハナちゃん、ユーリソ、サイトゥー、ライム、50万ね、SWAT って有名なチームの間にはタイガー君の放送は死ぬほど過疎なんじゃないかっていう。ナイスタイガー君。さあフィグコロ遊びしてくれて久しくなりましたけどね、相変わらず超過疎なまなしで、安定の綺麗なあの端っこにね、あの編集高い映像でやってましたけどね、タイガー君のおもちゃ箱。グロージャン、カイオー、ザン、100万ゴールド、アキラ、アイゴット、ケンコウ、モルルちゃんまでが200、タヌタン300でポコ50万ゴールド、9.92 倍は3番人気ですね。そして左から3列目こちら、雪のしずく久々の参戦からのディーク、レンジャー、ミーツン、旅、そしてロブが僧侶、こちら新人枠でございますが、プクプク君、スジコさんが10、ジョーカー35、タイガー君、アンパンマン、ソフィア50ね、カソナマルチョタイガー君、そしてロブ60万、そして雪のしずくセルフ、からのキコリアリーまでが100、ハローワーク、アキラ、アイゴットは200、そしてタヌタンが700万ゴールド最高ベット、10倍ついてますからね、勝てばタヌタン7000万ゴールド。そしてこちらが左から4列目は、一番人気は、マサト、昨日の最終戦、一昨日ね。2月13日、一昨日最終戦の覇者、マサトは、レゼール、スピード、ランカー67位、そして、オショ。ここがダントツ一番人気は 1.6 倍がつきまして、ジョーカー35、ヒロユキ50、チョコ、プレタポルテ、マリーダ、マーリンじゃなくてマリーダさん、はじめまして。ライム、ニーヤン、アリー、ユーリ、アルテナ、アルテナまでが100、ラッキー、新平お父さん、ノノ、ノリネム、テンジェンが200、ショーサー300、サユリンゴ、マサカネ400の、モモ、キャメロンが、モモさんがだから1000万ですね。失礼。モモさんが追加で入れましてからが、1000万ゴールド、マサト、そしてキャメロン500、グロージャン500のコチュ、ウチャミ君、アヤカーブ、トツカーナ、ザン、
ももさんまでが1000、パドメ最高ベット2000万ゴールドは 1.6 倍。マサト軍に500お願いしますからの、いいんだよな、マサト軍お願いします。あれ2回やってねえか。あれ違うももさんか。ちょっと待てよ、ももから500、ももから 500、500×2 回で OK ですね。さあそしてこちらミーサ I200 合計1000 OK です。 I200 万ゴールドからのミーサ I200 デイジー100、雪のしずく100、さあそしてイタチがマサト100、さあアリスがアイ、アリスアイが200万ゴールド、アーコ雪のしずく歌い50ずつ、50万ゴールドからが、アーコ歌い。それでは皆様まもなく開始とさせていただきます。まっしぐら、青黄色は歌いが50万ゴールド、まっしぐまっしぐら、黄色50、50万ゴールドまっしぐら、そしてパドメマサト追加。さあマサト追加で4000万ゴールド、さあ来ました。というところで皆さん、こちら受付終了10秒前から9秒前、8、7秒前、6、5秒前、4、3、2、1からのこちら抽選させていただきます。左上 IVS 1から33、右上うたい34から66、左下雪のしずく67以上、右下マサトからがこちらが10に来ました。さあこちらが I2.、 そうなんだな、締め切ってから入るんだな。さあこちらがレオさんからが BF レオが雪の歌い100ずつ OK です。100万ゴールドレオ、歌い雪の、さあここまでで締め切ります。送ってきたら没収します。さあ I がこちらが 2.54 倍、 VS の、歌いが 9.64 倍、そして雪のしずく、こちらが 10.0 倍、 VS の、マサト、こちらが 1.53 倍。さあ賞金はオープニングで1000万の100万ゴールド。それではこちらナイスポッポさん、ありがとうございました。ナイスブラザー。さあこちらまたお会いできることを楽しみにします。というところでこちら放送ください。今日の曲は、最近俺も頭から本当に時はまさに世紀末が離れてんだよな。よどんだ街角で僕らは出会った。よっしゃ。
さあ、マサト放送来ました。まあ、マサト放送は見るしかねえな、これな。お、マサト映像いいな。さあ、私の推測ではおそらくマサトさんはね、99.9% ドキュンですね。さあ、こちらが、はい、どうぞ。さあ、こちらがストルティア、わずか9名しか持ち得ない。かつてあの伝説のプレイヤーね、遺伝子組み換えになる前のジャガイモさんが来ていた。こちら、由緒正しき、シルバークロス。さあ、マサトからどうぞ。ほんとこれ、ペガサスファンタジーだよな。さあ、いつでも開始どうぞ。ナイスコマ、ナイスタッキー。これイテ、どう見てもイテザだろ、これ。羽生えてアイオロスだろ。今は亡きアイオロスが、こちら I vs ウタイも始めていただいて OK です。2番人気 I は 2.54 倍、3番人気ウタイは 9.64 倍、2番、3番人気と、雪のしずく、4番人気は 10.0 倍、VS の、マサトはダントツ1番人気 1.53 倍ですが、2番、3番人気対決、1番、4番人気対決、2番、3番人気対決、2番、1番、4番人気対決ですが、2番人気と3番人気に大きく差が開きましたね。このコスモ感じたことあるよ。あるよ。コスも感じるんだけど、外れるんだ、いつも。韓国行った時もね、結構バンカー側にコスモを感じたんだけど、結構違うんだよな。流星拳決まんなかったわ。彼女欲しい。アホですね、ユタイ。ただやっぱりちょっとね、でかい金額入るとね、ミノソファメタス張りにね、時の止まりを感じますよ。五郎王の老子張りにこうね、こう静かな気持ちになって、欲を捨てるんだ、つって。こう静かな気持ちでプレイヤーを見守るんや、つって。で、見守ると大体8か9なんだよ。さあ、こちら、マサト VS の雪のしずく来ました。1番人気、4番人気。さあ、こんなのもね、マサトが勝って当たり前みたいな、ギャンブラー予想でございますが、全くわかりません。雪のしずく、リーク、ミーツン、ロブ、もうほとんど情報がない4人でございます。それに引き換え、こちら、マサト軍はね、マサトスピードとランカー、しかもスピードはね、ドラケー生主、しょうもない男、スケさん。スケさんと、マサト。さあ、こちら。ねえ、スケさんジャパンに入ってんのかっていう、渋いですね。もうその時点でやべえやつなんじゃねえかと思いますけど。さあ、スピードはしかしね、昔からフィギュコロも来てくれましてね。ついにランカーになって帰ってきました。スピード、そしてマサト。さあ、気づけばね、新しい人がガンガン、ランカーさんが参加してくれたんじゃなくて、今までフィギュコロに参加してくれって、それでもTA やってようが、ダークキングが来てようが、好きでコロシアムずーっとやってた人たちがみんなランカーになったんですよね。小池はスチールセイントね。やばいよ。スチールセイントやばいな。あれな、なんだっけ、なんだっけ、陸の、陸、牛尾。なんだよ、牛尾って、お前。マリンソルジャー、牛尾。舐めてんのか、お前。ランドクロス、ショー。ね、スカイクロス、違うな。ランドクロス、第一。ね。スカイクロス、ショー。で、マリンクロス、牛尾。なんだお前。ね、あれだよ。潮祭ね。潮って書いて牛尾。もう舐めてんのかお前。
さあ、400対400からの3分10秒からの経過でございますが、まあ、セイントセイヤトークは私はかなりいけますけども、セイントセイヤの話はまたね、抜きにして。まあ、どちらかというとね、あの、北斗の拳とセイントセイヤは、どちらかというとセイントセイヤに行っちゃったからな、俺はな。うん、だ最近ね、なんかあの、北斗の拳の話題が盛り上がるから、あの、北斗の拳のあの漫画をね、ロアに借りて読んでますけど、渋いですね。ケンシロウ、その目に時代を見たか、つって。時が渋いな、やっぱな。北斗の拳は、やっぱ渋いな。まあさ、マサトはね、マサトはその目に時代を見てるんでしょうね。その目に時代を見た果てにこのシルバークロスを装着した。ね。まさにグランドラインですね。グランドラインを今、真っ向から渡ってね、新大陸で今、王者の一角として君臨してるわけですね。325からの475でさ、マサト225ポイントから、さ、パラディンの槍からでございますが、この槍パラの天敵がね、結構バトルマスターだったりするわけですけど、バトルマスターは今回いませんね。やはりこの選抜戦でも職業の募集すると今、センパラ旅僧が一番人気ですね。さあ、ここで雪の雫、ミーツン、ロブ、リークでございますが、さあ、かなりの接戦でございます。さあ、一番人気ね、一番人気と四番人気の差とは思えないぐらい、かなりの接戦でございますが、さあ、愛さんと歌いさんは愛さんが優勢。さあ、375425でこちら残り時間が100秒。さあ、ここはマサトがポイントを持っておりますが、さあ、おしょ。さあ、ピカハラはまた参戦してくれるんでしょうか。350対450からでこちら残り時間は90秒。まあ、コロシアム勢もいろんな方がいてね、レジェンド出すんだったらフィギュアはいかねえとか言ってる人もいますけど、うるせえバーカ。さあ、337からの463。しょうがないお前。出す人なんかみんな来てくださいって広く募集したらな、お前は来んなとか言えねえからよ。さあ、こちら70から。まあ、この前ちょっと翔ちゃんとレジェンド来んじゃねえよって心の中では思ったけど、あの、表面上はね、ちゃんと参加、ご参加ありがとうございますって、心の声はツイートするっていう。さあ、419からの381は1分経過。しかし、私は翔ちゃんと組ませていただいてね、もう今、翔影シアム軍団といったらもう、実に200人中1割ぐらいが、ね、サンジャブファミリーみたいなね、昇格シアム軍団は、1割ぐらいが所属しているということで、ね、あの、キッズ軍団、渋いですね。さあ、419からの381、あの、クロックス大先生をはじめとする超キッズ軍団。さあ、419からの381からの雪の雫。さあ、こちら250からの250で、こう、いい勝負して、おい、つか、強えな。おい、雪の雫んとこ、これ強えな、これ。この、ミーツン、ロブ、リーク強くね？おい、リーク渡り合っとるぞ、これ。おいおいおい、リーク、ロブ、ミーツンやるな。おい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 。ライゼンの旧友かよ。今まで無名から来て、いきなり、ここ出てきて、いきなり強えとか、やばいな。さあ、こちら、466からの334でございますが、さあ、決して4番人気の、さあ、そんな地雷的なものもなく、さあ、これは見事な試合ですが、制したのは、やはり第4名、マサト、レゼール、スピード、オショとお見事でございました。さあ、レゼールとマサト、普通友達なんですね。私そんな知らないですからね。ごめん、地鳴った、体当たりナイス。おー、マサト、感じいいな。マサト、銀鎧のくせに感じいいな。愛とは大違いだな。さあ、あ、来ました、因縁の対決来ました。さあ、皆様、しょうもないんですけど、あの、219丁目の外で幼稚園児並みの、あの、白チャットコメントで喧嘩していたっていうぐらいの、しょうもない因縁ですよね。私はそういうとこ拾っていかないといけないんで、そういうしょうもない喧嘩もコロシアムの火種としてね、しっかり育てて、あの、炎上させて いかなきゃいけないんでね。まあ、因縁っていう方じゃないですけどね、しょうもないですけどね。さあ、こちらが、愛からが 2.54 倍。さあ、来ました。こちらがいきなり見れました。この、さあ、しょうもない喧嘩対決の行く末。あ、来たからの、来たからの。あ、来ました、これ。タラララララッテレ。俺やっぱあれかな。二王ちょっとやっちゃダメかな。二王。なんかあれらしいね。ダークソウルみたいなゲームらしいね。やってやろうかな、お前。俺がそういうのできるってとこ見しちゃうかな、マジ。よし。
みたいです。さあ、来ました。じゃあ、さあ、1番人気、2番人気。ただね、最近ね、降りてねえよ。クリアしたよ俺、ダックスは。一面見事にクリアして終わったよ。マジで。でも今日2本放送見たら100放送待ってビビった。100放送とかやばくねえか。こういう系 PC ゲームやらない。さあ、スケさんジャパンね。まあ本当はね、スケさんジャパンのみんなあったかい人でしょうけど、本当もう本当スケさんはもう本当あいつ殺しやまで言わしやんねえだ、あいつ。ただ今俺とスケさんが殺しやめると、ちょっと俺がちょっと分が悪いから、ちょっと来たいねと。さあ、こちら、このなんかこの銀鎧からのこのグラさん、ちょっと不気味だな。なんかポートビア連続殺人事件でいく年行きみたいな。わかる、ポートビア連続殺人事件年行き、麻薬持ってる年行き、港で麻薬ドゥルン、麻薬です、ボス逮捕しろ。さあ、こちらが400対400で、開始はマサトスピードオショレゼールからが、ちょっとマニアックなこと言った。さあ、こちらが15秒経過からでございますが、さあ、それをフルと反応してくれるね、ファミコン世代の皆様ありがとうございます。堀井裕二さんが一番最初に作ったアドベンチャーはね、ポートピア連続殺人事件、その次がオホーツクに急ね、その前に作ったのが、最初に作ったのがドアドアドアっていうゲームでね、てってってれってってってれってってって音楽、あのキャンディー取ってクリアするやつね。さあ、こちらが35秒経過からで、さあ、まずはバフを入れて、なんでバフって言うんだろうな、こういうね、バイシオンとかスクルトとかね、あのそういうの入れるのバフって言うんですけどね。さあ、こちらが50秒経過からでございまして、さあ、ここは因縁の対決、愛 vs マサト。まあ、愛もそのゲームセンスで、人間性は0、ゲームの腕は90ぐらいありますけどね。まあ、本当に、まあまあ、LP よりキッズですね、今や。かつての LP よりもキッズですね。まあ、LP は減られますけど、あんまり、まあ、LP もはしょうもないけど、まあ、愛のがしょうもないかな。愛のがしょうもないね。さあ、400対400から、中村、そうか。中村浩一さん、失礼しました。序盤のね。さあ、こちらが、おしょうが落ちましたから、あれ、堀井さんってドアド、あ、チューンソフトね。チューンソフトがドアドアか、失礼した。で、堀井裕二さんはポートピア連続殺人事件な。で、オホーツクに起用。あと、堀井裕二さんは、そっからドラゴンクエストなのかな。さあ、450対350からでございますが、あ、ディスリのね、まあ、ディスリ天才がね、まあ、こちらが3分10秒からの経過でございますが、まあ、性格悪いっすよね、愛はね。さあ、こちらが500対300。さあ、そんな中で私もでも聞いたのは、ね、ドラクエ生主一性格悪いのは誰か、これね、フィクサーって答えてる親父ですね。フィクサー性格悪い。俺ほど性格のいいやつもなかなかいないですけどね。もうどうもね、恥ずかしがり屋でね。手屋で恥ずかしがり屋でね。あ、それがうまく誤解されちゃって性格が悪いっていう風になっちゃってますけど。あの、ドラクエ一性格の悪い生主ね。私はもう自分では一番いいんじゃないかなと。最も性格がいいんじゃないかな。最もルールを守ってね。最も健全にドラクエを応援している。そんなピュアリーな生主、それがフィクサーじゃないかなと。さあ、福島ナイス。さあ、こちらが2分30秒からちょうど折り返し時点、現在リードが、こちら、愛が勝っておりますが、レゼールからの。ああ、なるほど、渋いね。さあ、こちらが2分20秒経過で450、350。さあ、ここは詰めてまいりますが、落とされて、マサと現在並びました。さあ、ルシール、ヘカリムがポイント抱えておりますが、現在イーブン。このまま終われば、このね、こっちの表で一番上にいるプレイヤーがいる方が勝利ですね。まあ、あとはなんか死亡回数とか、非ダメージとか、いろいろあるらしいんですけどね。まあ、なかなか400対400だからといって、滅多に引き分けにはなりません。まあ、ゲーム開始して、どっちも何にも動かないとかでなければ引き分けにはなりません。まあ、ちなみに400対400で試合終了した場合は、フィグコロはシステムに従います。400対400が一律同点になるわけではなく、一発でもダメージ与えてる方が、勝利だったり、そのコロシアムの規定があるんでね、その規定に従ってのギャンブルも、
乗っ取らせていただきますのでご了承ください。405対395、ナイストムさん。さあこちら現在5ポイントリードからが相軍でございますが、さあ和尚ここは落ちれませんね。さあ405、小熊王国というね、コミュニティ、チームに入っている、小熊王さんは元気なんでしょうか。405対395、残り時間がこちらが66秒。さあ、まさとここは落ちれませんが、必殺チャージ来ました。さあ、必殺チャージ来て、ここで剣陣を打ってからの、さあ、おそらくこれはラストいいタイミングで必殺行くでしょう。さあ、こちらがグランドネビュラを相に向けて打つ。さあ、これはもう怨念のこもったグランドネビュラ。さあ、怨念のグランドネビュラ、ヘイカリブが押す。さあ、キッズがキッズを守る。さあ、グランドネビュラを、さあ、グランドネビュラを押しまして、相に行きますが、レゼール。さあ、レゼールが落とされて、まさとパラディンからさ、グランドクロス。さあ、グランドクロスをこれはヘカリムに打ちますが、チャンス、これはどうだ、マサト。さあ、これはスピード落ちればや、スピードが落ちる。スピードが落ちて、グランドクロス打ちますが、これは届かない。これは愛が勝つか。さあ、ランマが25ポイントから必殺。これはパラディンガードは入れない。さあ、ランマをここで A ページで落として、残り時間が10数秒。さあ、ルシール、ヘカリム、どちらかを落とさなければいけません。ルシール、ヘカリム。さあ、落とせるか、変わるのをやめてからのヘカリム。さあ決まるか。さあこれは愛逃げ切るか。さあバギークロス入りましがの。さあ残り時間3秒2秒1秒で、これは愛、ランマ、ヘカリム、ルシール、さあ銀鎧のマサトを下しての勝利は、お見事。やりますね。俺ちなみにわーっと喋った後こうシーンってさせる時間あるじゃないですか。これあの剣道でいうとこの斬新ね、斬新。いや強えな、強えな、強えな。おい、やはりこの性格悪いやつら強えな。さあというところで、こちらは愛は 2.5 4倍からの、いや強いなこれ。伊達に野良放送してねえな、ランマ。あいつに私はね、参加してくれようが、翔ちゃんが来てくれようが、ランマが来てくれようが、私は堂々と言いますけど、野良さらし放送してる七人者ゴミです。野良さらし放送してるやつは例外なく全員ゴミですが、愛君おめでとう、ナイスおめでとう、ナイス。2.54 からがこちら、ナイスおめでとうからがこちら。さあこちらがまずが、こちらが、ロアなんと1億2700万ゴールド。こいつどんだけ金持ちなんだこれ。さあこちらがロア1億2700万ゴールド案内ゲッチ。さあこちらね、半分以上ロア君が持ってきました。ナイス雪の雫、そしてマルチョ1270万、間違いない。なんかマサトがね、グランドネビュラをずっと会いに行くときに、この野郎許さんみたいな感じだけど、そこをアスグレルがひょいっと抑えに行ってたシーン、渋かったですね。さあ1270万ゴールドマルチョからがネゲチ。さあ皆さん、ちょっとさっさとお配りするんで少々お待ちを。しかしこいつら強えな、ほんと。もう性格悪い軍団。さてはルシールも性格悪いな。さあ762万ゴールドからがモールルちゃん、マミム。さあモールルちゃん762万ゴールドはこちらが案内ゲッチ。そして同じくセフィルド760。さあ2万ゴールドからのサシスセフィールド。さあ皆さん、お次は固定戦で募集させていただきます。セフィールド762万ゴールドからがネゲチ。アスグレル、アスグレルさんも自分でも分かるぐらい性格悪いクソキッズですよね。さあ508万ゴールドから、さあアリスからのアイウェオ、アリス、アリスさんが、こちらがチームメンバーからアリス。
ん、アリスさんは1人しかいないと思うよ。 OK、 アリス508万ゴールド投げち、まあ、いやゴミじゃないキッズもいますよ。ゴミじゃないキッズ少年もいますけど、アスグレルさんはゴミですね。ゴミキッズですね。当カジノではゴミキッズと認定しております。当カジノでゴミキッズと認定してるのは今の出場者だとね、それから、ヘカリム、それからゴミキッズ認定はウサラカイト、あとはそうですね、あとランマーですね、あとの方は大丈夫ですね。意外とこのデイジーさんは入んないですね、この人たちはちょっと感じがいいんじゃない、この人たちはマナーもよく感じもいいんじゃないかって認定してるのが、まあ高弘ね、おちょさんね、マサトさんも悪い人じゃないけどちょっと気が短いんじゃないかなと思ってますね。あとスケさんジャパンだからスピード、まあ、スピードも、まあ、これからですね。508万。しかし皆さん、ゴミキッズ認定されても賞金同じですから、ゴミキッズだから賞金が3割減るとかそういうのないですから、ちゃんと賞金、あの放送のね、放送の盛り上げのためにディスりますけど、あの賞金欲しい人はガンガン来てください。もう関係ないお前、フィック豚のお前、あ俺の関係ねえよ、金よこせこらと。さあそしてこちらがシェラ508万ゴールド投げち、さあ508万ゴールド。しかしランマも勝ち上がるな、ほんと。もうこうコロシアムでも賞金王か。さあシェラからさっしー、シェラ、アイ、シェラ、シェラ、シェラさんがフレンドさし、シェラ、シェラ、シェラ。さあ、シェラこちら、顔変わった。508万ゴールド、ネゲチ。さあ、そして、世紀末覇者の兄弟、海王、508万ゴールド。あの、全然関係ないけどさ、いや、今日さ、あのロアがサミータウンだっけ、サミータウン中のなんか入ってたんだけど、すごいね、大花火とかあんのね、大花火とか獣王とかあんのね。俺も入ろうかと思っちゃったよ。しかも月額1000円とかそんな高くないのね。ねえ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 、変にゲームセンター遊び行くぐらいやったらサミータでいいよね。親が4号機いいよな、普通に懐かしむだけでやりたいもんな。俺、オフラインゲーム放送で暇つぶしやっていい俺。いや、まじまじ。今度大会やる。今度生主で出玉大会やる。ちょっと俺ちょっとやりたい。俺大学生以来やってないからやりたいんだよ俺。カジノフィクサープロデュースでやる。怒られるかな ?508 万ゴールド。いや、怒られるかな、クソブロガーに叩かれっかな。掛け事はいいのかとか言って。掛け事していいんでしょうかつって。ドラッグ以外のゲームで掛け事していいんでしょうか。ブレインヒルドだ、ナイス。ハヒフ、ブレインヒルドがこれあれだ。ユリーカ、ヤユー。ユリーカからがこちら508万ゴールド投げち。そしてシーヨン508万ゴールド、508万からがシーヨン察し、シーヨンがこちら508万ゴールド投げち。いやだって大花火のビタ外しとかしてえもん。381でロアがちょっとサミタ画面出したから、ちょっと大花火やらしてくれやつ、俺大花火やらしてくれやつ、俺もビタ押しちゃんと2回連続成功させて俺帰ってきたよ。できんに決まってんだろそんな、もうできるよビタ押しぐらい。381万ゴールド10回やったら9回できるよ。10話だってプラス1ゲームでできるよ。そんな、俺たちの世代常識だからそんな。254。か月のビタもできるよ、そんなんもう。当たり前じゃん。さあ、イエソンから。さあ、イエソン254。もうか月のビタとか言ってくる時点で君結構レベル高いね。できて当然ですよ。
テレテテレン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 テン。まあ、僕が大学生の時一番初めにちょっとハマった機種がアレックスっていうね。当たり前だよもう。リアルボルテージだって1枚掛けだよ。当たり前だよ。1枚掛けで今日ちょっと調子悪いなっていう時は2枚掛けだよ。さあアンパンマンから。さあ254万ゴールドからがネゲチ。いや俺大学生の時めちゃめちゃ流行ったよパチスロ。やばいよイプシロンね。そう200、その世代ですが、やっぱ久々マジでサミタ、マジでサミタ入ろうかな。入ってもやんねんだよな、家でやんねんだよな。だ企画じゃないとやんないな、放送の企画とかじゃないとやんないよな。だそうするとロアがやってる、ロアがやってる北斗ギャンブルに乗っかるみたいで嫌なんだよな。254からがナイス。はい、ナイス。そしてこちらがサイトゥー。自分のどこに行ったんですか？自分、いいよ、ヘカリム。さあ、こちらが。4号機の話な。4号機の話。でも簡易放送とかできねえな。抜けちゃうな。なんでお前会員放送でパチソロの話して舐めてんのかっつって。さあ、ヘガリムがこちらが1000万ゴールドアンネゲチ。でもあれかな、サミータウンって放送していいのかな？サミータウンってなんか放送しちゃいけねえとかあんのかな？多分いいと思うんだよな。俺今度は配信の雑談放送、サミタやりながらやろうかな。どうすか会員の皆さん。パチソロ好きの皆さん。パチスロ好きのみんな集まれーっつって。これビタ押し成功したら会員入ってくれっつって、外して死ぬほど、外してみんな抜けたら笑う。127万。さあマーサートさんお願いします。マーサートさんがピグミン、ピグミンハッピー。さあピグミン127万ゴールドはナイス。まあ規約読まねえと。いやでもじゃあ何やりたいって、パチスロ何やりたいって、あれやりたいな、大花火やりたいな。127万ゴールドサイトゥーからサシス、サイトゥー127からがネゲチ。さあそしてマサトレゼールスピード、マサとレゼールスピードはレゼール、レゼールは外れている。スピード差し数、大花火実機とか渋いですね。チーボさんやばいっすね。こちらがスピード差し数、スピード花火面白かったね。氷揃わないでロケット走ったら最高でしたね。こちらマサトさんカエルの台ね、ニューパルサーとかね、あのパルサーシリーズもね、あの歴史長いけど、俺やっぱりあの金パルのブルルーンが好きだったな。はい、マサトナイス準優勝ですが、さあこちら因縁の対決で敗れてしまいました。マサトさん、ぜひとも固定戦で勝ちに来てください。ちなみにね、チェコチェっていうのはチェリー氷チェリーですよね。あのチェリー氷チェリーってあれですよ、チェリー氷チェリーはあのそれ真ん中の理由ですよね。真ん中のチェリー氷チェリーで氷外れで勝ちですよね。狙うとゲジネが来ますね。アレックスまた、ただ俺本当に俺大学生の時しかやってないんだよ。社会人になって一回だけやったのが、いやほんと社会人になってね、もう2時間ぐらい打てたらちょっともう、あのもう疲れちゃって全然やんなかったんだけど、最後に打ったのが俺の空かな。2時間ぐらいで俺タイムとか入って、ね、これリプレイ揃ったらいいんですよとかなって、
で揃ってボーナス消化して、これまだ残ってる可能性ありますよって後輩が言われて、いやもういいよ疲れたからやめるわっつって、じゃあ俺もらえますわって後輩が連チャンして、後輩が連チャンしてて、すいません有名賞おごりますっつって。北斗初代やってないね俺。一昨年ね、あのリスナーさんとね、打ったけど全然打ってねえよあれパチンコだっけな、スロットだっけな、なんかみんなでね、リスナーさんと一回行ったけど、あれも2時間ぐらいだったかな。それもなんか普通に勝ってない、普通に流して終わったけど、 CT はやったよ。ワードオブライツアステカね。で俺は第売りってことあるよ。俺前放送で話したけど、あのサスケ先生と5号機の最初の時で、男道スローっつって、男道スローで、俺ホールでマイクパフォーマンスもやったことあるよ。でちょっと俺結構目押しできる方なんだけど、普通にボーナス揃った人のお客さんの、小池社長、ちょっと揃えてあげたらどうですかつって、ザ・グレード・サスケボーナスをポンポンポンって揃えたら、サスケ先生が、小池社長、ちょっと揃え方プロっすね、つって。ちょっと閉まったと思った。やばいっつって。閉まった。昔の癖が出たと。俺グリーンピじゃないから、俺グイーンピピピだから、あんまでけえこと言うね。これ本当やるはめになって下手くそだったら叩かれるからやめよう。さあ508万ゴールドからがナイス。いやでも本当いやマジで俺ちょっとあれやりてんだよ。サバンナチャンス、10ゲーム早く消化できるかギャンブル、誰が一番早く消化できるかギャンブルやりたい。さあというところで、ブレインヒルズさんにもお配りいたしましてからが払い漏れはないと思います。なんかサバちゃんの話してた、サバちゃんの曲流そう。やばい、ちょっとサミータウン、ほんとだ、俺サミータウンちょっとダウンロードしようかな。ダウンロードデリリリー、サバちゃん、ただサミータウンってあれだよね、サバちゃんから打つとかできないんだよね。普通に回さなきゃいけないんだよね。そうそう、プラス1。でって、30と10は振り分け1対1。設定6の外れからサバちゃん率 1.08 分の1。もうそんな常識だから、そんなの。でマングースのリプレイ揃いも確定。出るコピー打法な、大事件だったあれ、コピー打法。猫で5番最強だよ。猫で5番最強。インディ・ジョーズも最強。あと AT。ハードボイルドの AT も最強。もうコピー打法こそこの日本を激震させた超チートだよな。大事件だよ。まあそんな私がやはり一番好きな台はリアルボルテージですね。白ボタン最高。もう白ボタンチェリー発狂。さあというところで失礼しました。さあパチスロトークはこんなもんにして。
さあ皆さん、固定戦でございます。優勝賞金が1600万ゴールド、そして準優勝も400万ゴールド差し上げます。あ、ちなみにあのうちのタレント大川達也っていう、あのね、よくフィギュアも最近一緒に入ってるんですけど、その大川達也があのリツイートしてたんですけど、この方有名な方ですか、これなんて読むんですか、鈴波かなさんですか。鈴波かな、 AV 女優。マイブームはネットサーフィン中にフリー素材モデルの大川達也さんを何回見つけることができるかという遊び。結構遭遇できるんだよな。最近後ろ姿でも上がる。わら。一度本物というか実際にご本人をお見かけして写真撮ってもらったことがあるけど、その日は天がコスプレしてた。丸。この人すげえなと思った。この人、フォロワー23,300人。すげえな。いや、大川、あれだもん、こんな有名人に触れられるほど有名なんだ。生意気だな。本当ですか。生意気ですね、大川。さあこちら固定メンバーでいらっしゃいませんか。固定メンバーいらっしゃらなければ固定 VS 上級選抜というところで、選抜戦優勝が今回が愛、愛旅芸人ヘカリム戦士、ヘカリム戦士のルシール・ランマ、ルシール・パラディン・ランマ層、ヘカリム・ルシール、そして準優勝がマサト・パラディン、マサト・パラディンのレゼール・スピード、レゼールも勝率いいよね。スピード67、和尚僧侶、あ、ヒコイチね。誰なんだろう、あの人。いや、あの人、まあ、ちょっと喋りすぎだよね。いや、ありがたいけどさ。ちょっとあの、はしゃぎすぎだよね。もうちょっと、もう芝居に落ち着いてほしいよね。あ、そうなんだ。三好はもっと落ち着いてるかな。高校生らしいよ。だからいっぱいちゃんと結構続いて安定して書いてくれたらフォローしよう。激渋外してフォローしよう。レゼールスピード王将初戦敗退。さあレゼール愛からの打った愛が 9.64、 打った愛 9.64、舞台 9.64、 雪のしずく 10.0 倍、さあ皆さん固定戦いかがでございましょうか。賞金が今回1000万のまだみんな準備、まだみんなな、そのできてねえんだパターンが。さっきバラバラだとあんだけ来てくれんのにな。
最高ロは1億2700万。なんかサミタの話してこの曲聴いたらすげえなんかな。あと4文字か。オッケー。さあ失礼しました。こちらこうこうはいはい。それでは愛さん、レゼールさん、賞金1600の400、メンバーください。それでは、お、チュンさん固定ですか？チャレテレテ。さあメンバーよろしくお願いいたします。レゼール、マサト、レゼール、マサト、スライム、マサト、タカヒロ、スライム、タカヒロ、おー、いいメンツ。タカヒロ、23、マサト、10。スライムさん、ランカでしたね。そして、アイ、ムーン、アイ、ムーン、リーク、バイオレット、バイ、あーなんだこれ、これだよな、レッ、なんだこれ。いやーこれなんだこれ、ま、いやーちょっとイライラすんなこれ、なんだこれ、なんだこれ、いやこの変換のやつ直んねえな。ちょ待って、ちょ曲うるせえ、曲うるせえ、ちょ真面目なことやった時この曲うるせえ。いやちょ待って、やっぱ直せねえな。さっきウェディさんが、だからレッドって言うとレオになっちゃうの。これ地味にこのね、地味にこの入力のストレスなんだよ。アルトプラス半角でしょ。ダメだよ。このレッドって LEDDO にするとレオになっちゃうの。おかしいな。なんだこれ、直せねえよ。なんだこれ、イライラすんなこれ。
これなんだこれ、いやーこれはちょっと待って、これ地味に嫌だよそんな。これダメだなこれ。おそまりです。ピンの聞いた読んでるんじゃ。いや違う。ピンが反応してない。ピンが聞いてないだけじゃないの。いや聞いてる聞いてる。ちょ待って、これなんなんこれ。ちょほんとなんなんだこれ。これ参ったなこれ。これなんなんだこれ。とりあえず音で打ってみよう。LL をこれなっちゃうわ。いやこれはありえねえな、これ腹立つな、これなんだこれ。変換がおかしいんですよ。エクセルバグった？ローマ字で打てないの？ロじゃなくてツボじゃないの？腹立つなこれ。これはおかしい。手を押せる。エクセル以外でもなる？手を押せる。あ、エクセル以外は。いや、エクセルだけだね。エクセルだけですね。エクセルだけ。エクセル。いや、違う違う。あ、できた。できた。できたわ、エクセルか。こういうのがあんのこれ。あ、オッケー、治りました、すいません。なんだ、何これ、こんなんあんのこれ。なんでエクセルがバグるってよ、勘弁してくれよ。はい、大変失礼いたしました。固定から失礼しました。ほんと素人かよ、俺。超イライラするよ。やっぱいつも慣れてることができないやつは渋いな。大変お待たせいたしました。この俺みたいな機械音痴はさ、再起動したら治るよって言われても、そんなんでなるわけねえだろって思って意固地になっちゃうじゃん。再起動したら治るんだよな。原因が不明、再起動で治るってもうどういうことだ。よし、ウィンさんどうぞ。さあ、ウィンから。ウィン、そして、チュン。全固定型、チュン。ユレリア。ロブ。ミーツン、来た。チュン、ユレリア、ロブ、ミーツン、新勢力。おやおやこれが、いや、ランカー、おい、ランカー軍負けんなよ、これ、マジで。ランカー。おお、でも、面白そうなメンツだな。
アイ、ムーン、リーク、バイオレット、これキッズ軍、わかんないけど。アイがリーダーだからキッズだろ。レゼール、マサト、スライム、タカヒロ、レゼール以外はランカー軍。で、ウィン、レジェンド、ヒロキン、クロックスね。まあ、レジェンドがいる時点で遺伝子組み換えの悪軍。チュン、ユレリア、ロブ、ミーツの、これが一番フレッシュな新勢力軍と。さあ、いうとこでございますが、皆様、いかがでございましょうか。あの、レジェンドやってると思う人、昨日ダイレクトに聞くの忘れたんですけど、レジェンドはこいつやってると思う人、こいつやった、もしくはやってると思う人、私にはわかんないですけどね。私、これやってる、もしくはやった、ね。本当ですか？ののさあ、いきますか。アイナイス。あ、これ捨てる。てれれれ。さあ、今日も面白いメンバーで来ましたね、これ。いい感じのメンバーで。チェレッチェー。はい、オッケー。もう、捨てる、手紙。捨てる。さあ、皆さん、ベッド受付開始でございます。今日は、コナコナくんが、さあ、お手伝いを。チェッチェーン。で、コロシアムこう久々にやったからなのかね、こう見てて新鮮で面白いよね。この前も言ったけど、賞金がこれが1600万の、今回準優勝も高めにして400万。受付終わりが24時05分と。オッケー。さあ、レイドさんがウィンに600万ゴールド、ナイス。まあ、ウィン悪って言ってるけどね、もう俺会ったことあるけど、正義だけどね、結構正義な感じだけど。遺伝子組み換え軍、よろしくお願いします。いくら負けても張り合おうとしない。来た遺伝子。さあ、こちらがナイスモモからの、そしてこちらがマコッチ来ました。レゼール200万ゴールド、200万がマコッチ。ちょっと俺さ、いや、組んでくれる人いんのかな、俺と団体戦。それなりにやると思うんだけどな。ただ、なんか見てるとあんまりバトマス流行ってねえんだよな。あの、私と一緒に団体戦組んでくれる人ね、あのグランプリ期間ね、あの組んだら頑張りましょう。あ、そう、固定のバト微妙。じゃ、渋いな。さあ、アイ、ムーン、リーク、バイオレット、VS のナイスユーティア。レゼール、マサト、スライム、タガヒロ。VS のウィン、レジェンド、ヒロキン。おい、ヒロキンじゃねえか、おい。よく見逃してもらったわ。まあ、これ伝説のソウルだよ、これ。おい、伝説のソウルじゃねえか、これ、ヒロキンって。ウィン、レジェンド、ヒロキン、クロックス。ディーリー。もう伝説だ、そうなの？いや、ヒロキンラムターじゃないと思うよな。さあ、チュン、ユレリア、ロブ、ミーツン。ヒロキンもクロックスもウィンもラムターじゃないと思うよな。レジェンドは知らんけど。
さあ、こちら、アイムーンリーク、バイオレット、VS のレゼール、マサト、スライム、タガヒロ、VS、なんとダントツ人気は今、悪の軍団、ウィン、レジェンド、ヒロキン、クロックス。VS のチュン、ユレリア、ロブ、ミーツン、ここのね、新勢力、新顔のこのチュン軍ね、ここは放送がありません。放送なし。レジェンドさんのとこは、これ、ジャガイモ放送っすか？ウィンさんのところ、これ、どこ、クロックス放送ですか？それともジャガイモ放送っすか？レゼール軍とかレゼール放送、アイのとこはアイ放送。さあ。こちらスライム300OK です。スライム300万ゴールドブレンヒルド、ブレンヒルド、マサト放送 OK です。マサト軍でいいじゃねえか。ニッコニッコ動画これはね、いや、これは、これはね、これは、これは、こいつね、これ凶悪だわ。こっちょ強いわ。こいつら強いんだよ。俺も昨日戦ったけど、こいつら強いんだよ、ほんと。こいつら、こいつらマジで強いんだよ。これまあ、まあ、ウィンところ本命だろうな。もう悪どころか凶悪犯だ、こいつら。さあ、雫スライム1000万。1000万ゴールド、雫。さあ、皆様、愛のところに、先ほど勝った愛のところに針はありません。まあ、ここでチュン軍が勝ってくれたりするとまた面白いんですけどね。さあ、皆様、いかがでございましょうか。ブレンヒルドからも届きますが、ブレンヒルドは、ブレンヒルドが、どこだ？スライム300万。さあ、イエソンがスライム150万ゴールド。あの、ベス軍のスライムさんじゃないですからね。あの、カタカナスライムさんですけど、今回でも74位に入っている、もう超強スライムですよ。さあ、イエソンからが150万ゴールド。スライム。さあ、現在、レゼール軍とウィン軍で、ベッドの重ねが始まっておりますが、アイ軍とチュン軍にベッドないですね。アイは何位だっけ？アイ何位ですか？アイ鎧着てたよ。アイもランカー。で、ウィンとかレジェンド、ヒロキン、クロックスは常連だよ。固定戦の常連。レジェンドも5位ぐらいになるところだろ？レジェンド5位。アイが72位。ウィンも、ページ目には入ってるよね。ウィンはね、過去10回の大会8回ぐらい入ってますよ、多分。7回か8回入ってますよ、ランカー。ランカー入った回数で言ったら、このウィンも超上位じゃない？レジェンドさんまだ工事、あ、そうなの？俺の勘違いか？さあ、いかがでございましょうか、ブラザーども。さあ、愛が72位からという情報ですが、まあそうだな、しかしここはちょっと、まあ負けられないのはやっぱりレゼールが負けられないのかな。レゼール、マサトがやっぱりね、これ固定できて負けられないですかね。さあ、情報がちょっと少なめなのが、このチュン、ユレリア、ロブ、ミーツン。曲回を。8回。8回はすげえな。チャラチャーチャチャラチャー、曲変えよ、曲変えて、来た。グルガン族の男は静かに語った。あの大事人さえもは
レゼール400万ゴールド。400万からがサユリンゴ、サユリンゴ、400万レゼール。チュンが100万ゴールドからがサユリンゴ。でれ、まあ、バラエティ豊かだよ。ちょっと、来るやつら来いよな。もう最終的には問題児しか出なくなるんだろうな。隔離施設中の隔離施設。I50。それでまた TA に戻ると、TA みんな高いな、ってな。あ、そう、マジで？え、まさとも8回も入ってんの？マジで。渋いな。ちょっと今、浮気何回って聞こうと思ったけど、失礼だからやめた。もう、そういう不確かな情報だと、失礼な意地になるからやめた。さあ、I50 からのチュン50。てってれれれ。I50 チュン50。ナイスベット。さあ、アンパンマンが品種改良芋50。I50。50万ゴールド。50万からがアンパンマン。そして、I50万ゴールド。やばおい、暴言野郎が復活してる、暴言野郎が。いや、元1位来た、元1位の暴言。しょうもない、これ。12時になった瞬間復活してる。俺に触ると怪我するぜ。これ暴言でバンになった人は復活してる。俺んところにダイレクトメールで、金曜日まとっていきますから、つって。品種改良芋50、I50。早く戻りたくてしょうがなかったんだろうな、12時になった瞬間。アンパンマンからが50万ゴールド、アイナイス。はい、そしてソフィアからがアイ100、100万ゴールド、ソフィア、ウィンが100、ソフィア、アイ100、ウィン100。これどういうあり方よ、これ。ソフィア大丈夫これ。この張り方大丈夫？変則手ボドン張り。ソフィアがレゼール50、チュン50。50万からがソフィア。そしてアイ軍100、郵送がブレンヒルド。100万ゴールド、ブレンヒルド。さあ、ナイベット100、100、50、50、トツカーナ来た、黄色。さあ、こちら3000万ゴールド。ナイス、トツカーナ、トツカーナ、トツカーナ。3000万ゴールド、ナイベットからが、トモエがウィン、300万ゴールド。300万のこちらがトモエ。ナイベット、そしてこちら、ユリイカがアイ100、ジャガイモ100。ね。ジャガイモなんて人はいませんけどね。さあ、ユリイカ。そしてジャガイモ100、100万ゴールド、ジャガイモさんはレジェンドさんと判定いたします。ユリイカ100、100。そしてこちら、はい、抽選です、ウィン200。テレテテン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 テテン。はい、ナイス。はい、というところで皆様、ちょっと俺明日何時行けばいいんだよ。サボるぞ仕事俺。遅えな、俺何時だよ。ちょっとインフルエンザになったことでしょ。今日12時半までに連絡いただけないとインフルエンザにかかりますよ。皆さん、全然関係ないですけど、皆さん、このレジェンドさんが出てる、レジェンドさんが出ている時にあれなんですけど、今、たった今、ツイッターで、正義って人からフォローされました。こんな試合をしてるフィッコなんですけど、今、正義さんから、これ監視ですかね。ありがとうございます。さあ、こちら、ノリ300万ゴールドがマサト。マサトが300万が、ノリ。ナイス。
そしてこちらがレゼール200。200万ゴールドノノ。この曲渋いんだやっぱな。さあ、ピグミン100万ゴールドレゼール。今日はこれがラストになるかな、これな。さあ、ピグミンからはこちら100万ゴールドからの、さあ皆様、こちら現在1番人気がウィン、レジェンド、ヒロキン、クロックス、1.3倍、そしてレゼール、マサト、スライム、タガヒロ 2.62 倍、3番人気アイ、ムーン、ディーク、バイオレット 14.7 倍。これあのね、結構新しく名前聞く人多いけど、名前変更した人とかもいんのかな。まあ、2をやりたいけど、まあ、諦めるよ。アイムーンディークバイオレット、ただ1から2往放送やるっていう人いたら、俺ちょっと見ちゃうかも。さあ、アイムーンディークバイオレットが 14.7 倍、そして新勢力チュン、ユレリア、ロブ、ミーツンは 33.6 倍。ロブさんやミーツンは先ほどのリベンジということになりますね。さあ、トンポがウィン100、マサト100。100万からがトンポ、そしてマサト100、100万からがトンポ。さあ、200万からのテルミがこれアイチュン各500。50万からが、テルミ、アイチュン50。さあ、テルミからがナイス、アイチュンからのグロージャン、アイチュン各100。100万からがグロージャン。懐かしいな。そうです。放送は3つあるので、あの、はい、ダイスで決めます。アイチュン放送が2つしかない場合ね、決まるんですけど、アイチュン、アイチュン。さあ、こちらがアイチューンって最近あんま聞かねえよな。聞くか。さあ、ミーツン、ミーツン、わらわら、50からのカピバラ。カピバラさんで超可愛かったよな。さあ、うちゃみくん、うちゃみくん、中身確認お願いします。うちゃみくん、中身入っておりません。レゼール200万ゴールド、アルテナ200万からがアルテナ、はい。さあ、そしてマネキンがレゼール50万、マネキン、ナイス。そしてアヤカーブ、アイさん、チュンさん各200。さあ、200万ゴールドからのこちらがアヤカーブ、アヤカーブ、チュン200、200万ゴールド、アヤカーブ、ナイベット。そしてハローワークがレゼール200。200万、ハローワーク。さあ、こちら、内海くん、中身ね、お願いします。こちら、マサトさんに300。そしてシーヨンがウィン200。200万からがシーオン。そしてブレイディがレゼール50。50万、ブレイディ、ブレイ、ブレイディ。テンジェン、レゼール。レゼール270万ゴールド、テンジェン。ナイベットからウチャミくんが OK、マサト300。この曲懐かしいな。そしてこちら、コチュ1000万がレゼール。1000万、コチュ。レナ、レゼールさん200。さあ、レゼールに随分入りますね。レナ。LA レナさん。
さあ皆様、人気だいぶ割れてまいりましたが、こちらが i 11.4 倍、レゼール 1.91 倍、ウィンが 1.73 倍、チュンが 16.6 倍、アイゴットはアイ軍、チュン軍が300万ずつ。アイゴット。アイ軍、チュン軍各300。ね、毒100売れたアイゴットさん。さあ、600万ゴールド、ナイベット。そしてこちら、セフィールド300万ゴールド。セフィールド300万はどちらですかね。いやー、ゴゴティうま。セフィールド300万ゴールドは今入ってないな。さあ、ナタリアがウィン50万、ナタリア。それでは皆様、まもなく締め切りでよろしいか。さあ、人気がかなり二極化またいたしましたが、レゼールとウィンで一番人気争いをして、チュンとアイで4番人気争いをしております。さあ、しかし、この前ダントツで勝ったのは、このウィン・レジェンド軍が、この前ダントツで勝ちましてね。マサト軍は昨日の覇者、そしてアイは先ほどの覇者。さあ、チュン・ユレリアは、こちらが新勢力ということで、シェラがウィン300万ゴールド。300万から、失礼、300万からが、シェラ。さあ、ニーヤンがウィン200。200万ゴールド、ニーヤン。そしてまっしぐら、アイチュン。100万のまっしぐら。まっしぐら、アイチュン。そしてダイスマン、レゼール500。500万ゴールド、ダイスマン。そして、セフィルドはマサト300。セフィルド。それでは皆様、読み上げをさせていただきまして、読み上げ終了次第、対戦とさせていただきます。現在一番人気はわずかな差でございますが、ウィン・レジェンド・ヒロキン・クロックスが 1.86 倍、2番人気レゼール、マサト・スライム・タカヒロのランカー軍が 1.98 倍、そして3番人気はアイ 8.27 倍からの、新勢力のチュンは 11.6 倍。さあ、ガブリーチョがアイチュン50万からがガブリーチョ。ガブリーチョがこちらがアイチュン。さあ、お急ぎよう。こちらスライムさん、アイさん各200万からのラッキー、スライムさん、アイさん、スライム。そしてこちらサイトゥーがウィン100。そしてポッティウィン100。それでは皆様、ラスト10通で締め切ります。マウス反応悪。コピペしてんのがバレるから、これを色で消す。コピペを色で消す。俺はね、こんな曲が来たんじゃないんだよ。違うな。
ここら辺からだ、失礼。はい、読み上げます。アイ、アイ、ムーン、リーク、バイオレットへのベッド、失礼。データフィル、そうです、神僧侶です。アイ、ムーン、リーク、バイオレット、こちらのベッドがプクプクくん、レインディアが10、タッキー30、ひろゆき40、チーボー、アンパンマン、テルミ、ポコ、ガブリーチョ50、ソフィア、ブレンヒルド、ユリーカ、グロージャン、ユーリソ、マッシグラ、ラリックマが100、アヤカーブ、ラッキー200、アイゴット300、そしてレゼールがこちら2番人気 1.99 倍から、こちらへのベッドがですね、なんだこれ、もう、はい、こちら。レゼール、マサト、スライム、タカヒロ。こちらのベッドが、ソフィア、マネキン、ポコ、ブレイディまでが50。ピグミン、トンポ、ユーリソ、エルプー、100。イエソンが150。マコッチ、ノノ、ターシ、アルテナ、ハローワーク、レナ、ラッキーまでが200。テンジェン、270。ブレンヒルド、ノリ、ウチャミ君、セフィルド300。サユリンゴ400。ダイスマン500。シズク、コチュが1000万ゴールド。2番人気が 1.99 倍。そしてこちら、ウィン、レジェンド、ヒロキン、クロックス。こちら1番人気は 1.9 倍。レインディア30。アンパンマン、ナタリア50。マリーダ、ソフィア、ユリーカ、大槌、トンポ、滝沢くん、クマクマ、サイトゥー、ポッティまでが100。レン、シーオン、ニーヤン、200。トモエ、シェラ、300。レイト、600。モモ、1000のトツカーナ、最高ベッドが3000。そして4番人気のこちらが、チュン。ユレリア、ロブ、ミーツン、11.6 倍から、プクプク君10、チーボー、ソフィア、テルミ、カビバラ、ラリックマ、ガブリーチョ、50、サユリンゴ、グロージャン、マッシグラが100、アヤカーブ200のアイゴットが300で、ただいま郵送いただいている方で、締め切りとさせていただきます。さあ、ヘガイク、我らがリーダー、スライムにナイス。300万ゴールドがヘカリム。さっきの優勝賞金プラス50万をつぎ込んでいく。そして、ピロー。アイが100万ゴールド。100からがピロー。そして、こちらがレオ1300万がウィン1300万。1300、レオ、マッシグラさん50がどこ？マッシグラ、あれ、愛に 50？ 愛にマッシグラ50。失礼しました。愛マッシグラ50で。そして、レオがウィンに BF1300。そして、アキラ、こちら、レゼール500。500万ゴールド、アキラ。そうですか。そして、キコリ、青にお願いします。200万、キコリ、ナイス。キコリ。さあ、皆様、お急ぎを間もなくでございます。さあ、ハピア、500万ゴールドがクロックス推し。500万、ハピア。そして、スクーランプ、500万ゴールドがヒロキン。ヒロキンが、ひらがなでなく、カタカナのヒロキンですね。500万ゴールド、スクーランプ、ナイス500万。そして、アリス100万、待て稼がせて愛からの。100万がアリス、アリス。はい、それでは皆様、受付10秒前からの9秒前。暗闇の雲最高だよ。アセロラが愛100、ウィン100、100万で、アセロラ、ウィン500万ゴールド、ノリ OK です。500万からがノリ、ウィン。最近一番人気は結構勝つんだよな。さあ、それではラスト5秒前から4秒前、3秒前から2秒前、
1秒前からがこちらでノリで締め切りでございます。それでは抽選行わせていただきますが、さあ、I、左上の I vs 1から33、レゼール34から66がウィン、そして67以上がチュン、はい、44ということでね、I vs ウィンですね。おー、 I 8.02 倍 vs 悪の軍団ウィン、こちらが 1.68、 そしてレゼール 2.18 は2番人気の、チュン 14.1 倍、1600の400。さあ、そして滑り込みアラさんからが穴狙い I チュン100、こちらで終わりとさせていただきます。100万アラアラさん、そして I チュン100、100万ゴールドアラさん。さあ、皆様ここで受付終了させてください。 7.72 倍の I、 そしてウィンが 1.7 倍、レゼール 2.2 倍、チュンが 13.1 倍、賞金が16の400、はい。さあ、それでは皆様行かせていただきますが、こう来ての、はい、チェーチェー。さあ、一番人気が、ちょっと待って、一番人気がウィン。ウィンところはどこは、ウィンとか放送ねえのかな。こっち放送の前言うのせえよお前、まあ、言うのせえよお前。あ、これやべえ、ちょ待った、お前言うのせえよ、ほんてめえ言うのせえ。ちょタイム、対戦相手変更です。対戦相手が違いました。対戦ウィンところ放送なかったです。そういや、ジャガイモ放送やるわけにいかねえんだ、立場上な。失礼。ということは、I vs レゼールなんだよ。I vs レゼール。2.2。失礼。これ、決勝戦が放送ないと困るんで、これでいきます。なんかウィンがちょっと放送あるもんと思ってた。ウィン vs チュン。こうなりますね。皆さんすいません、特に結果は変わらないので、はい、こう、はい、こうなります。 I vs レゼール、ウィン vs チュン。もうどうせ勝ち上がんなきゃいけねえよ、組み合わせ運とかねえよ。さあ、大変失礼いたしました。放送が2つながったので、放送内同士、放送ある同士でいきます。はい、 OK。いいんだ、悪の軍団は簡単に表に出てこねえんだよ。はい、どうぞ。はい、お願いいたします。まあ、グダった割にはリカバリー早かったな。さあ、というところで皆さん大変失礼いたしました。I 軍 vs レゼール、まあいいでしょう。まあ今回も、2番3番人気対決 vs 1、4番人気、ここでチュン軍が倒してくると熱いけどね。チュン軍がウィン軍を倒してくると熱いですが、
まあ、このアイレゼール放送ありあり同士を見ながら待ちましょう。まあさっき飼ってるアイがね 7.72 倍ついてますから、まあこれは高弘スライムマサトのまあランカーブランド人気というところでね、さあいいんじゃないでしょうか。さあ400対400、さあスタートでございますが、さあ皆さん今回これがラスト、もしくはこの次24時35分ギリギリやな。組み合わせ決まんないんだよ。組み合わせ決まってからベットさせらんねえよ。一緒だから、一番強いとこが勝つんだから一緒だから。その100個も200個もあったら消耗試合とかあるけど、ないから4つしか。さあこちらが400400、しかしね、先ほどね、あの予定が変わってしまったことは大変申し訳ございませんでした。強いとこが勝ちます。そうですそうです。さあこちら、さあこちらが来たね、このフェンリルアタック。まあでもあれだね、あの180スキルもそのうちコロシアムに入るのかもしれませんけど、あのケルベロスロンドなんか絶対落ちちゃうよね。ケルベロスロンドで落ちないようにするには、あの HP3 倍ぐらいにしなきゃいけないよね。さあこちらが高弘ナイス鎧からでございますが、高弘盗賊ね、多分盗賊なんだろうね。さあこちら450350から、しかし皆さん2月21日にね、ロードマップ、ドラクエ10のこれからのかなりの、何ですか、展望が語られるということで非常に楽しみですね。当然フィクサー放送でもミラーさせていただきますが、3.5 はもちろんね、バージョン4のところにまで触れられるのではないかと言われておりますが、ぜひとも皆様、ね、ドラクエ10、まだまだ長く楽しめるといいですね。さあ、アイギス。あ、そうだな。アイギスがちょっと強いんだよな。さあ、420と380。やはり私が楽しみにしてるのはね、常闇の第3弾。レグナード、ダークキングと大ヒットが続いてね、この先の第3弾楽しみにしてますが、さあ、ムーン、リークが、さあ、落とされる。さあ、453からの34。あ、強い。さすが、マサト。マサト多分、パラディンでグランプリも戦い抜いてますよね。さあ、さすがのポイントをね、取る、この嗅覚と、この、大体こいつにはこうやって当てると倒れるっていう、その感覚が多分優れているから、おそらくトップ10ランカーになれたんでしょう。まあ、やはりトップ10勢は勝率がみんなね、6割超え、5割、58%、9%の人いたかな。まあ、とにかくね、優勝した方も実に 70% 以上。普通にやってるとやっぱりね、平気で 51% とか 49% ぐらいになっちゃうらしいから。さあ、こちらが508。しかし、グランプリでやはりランカーになるというのはね、SS 隊からは、かつて、悪の風習として横行していた、ブラックリストを相手に入れておくと、その人とマッチングしない。つまり、自分より強敵をブラックリストに入れると、その人とはマッチングせずね、比較的自分より弱いという人たちとマッチングばっかりしてポイントを稼ぐという愚行がね、かなり格好良くない、そんな風習が流行ったらしいですけど、まあ、いつからか知りませんけどね、SS だけは、そのブラックリストに入ってる人も、マッチングするようになるという風になったらしいので、まあ、今では実力勝負の世界、SS 隊からはね、勝てば160ポイント、負けたら240ポイントを失うというね、1勝1敗でもね、ポイントが上がり続けない。2勝1敗のペースでいかないと、ランカーとして上位に上がっていけないというんですから、それはこのバトルグランプリ、熾烈な戦いですよ。アマサドさんはグランプリは戦士なんですね。なるほど、失礼しました。さあ、こちらが、つまり戦士、パラディン、両方ともこなせると、こいつボケ入らなすぎやろつった。おぉ、チート疑惑かこれ。ボケ入らねえチートかこれ。さあ、557から243。さあ、皆さんね、フィクコロはね、チート使う人はできんですから。チート使う人はできんね。
その他ね、転生疑惑だったり、嫌われ者だったりね、マナーの悪い人ね、そういう人はまあ、なんでしょう、ディスっていじりますけど別に出れます。ね。私にいくらディスられてもいい人は、ガンガン来て賞金稼いでください。さあ、557対243、残り時間1分少々でございますが、さあ、マサトがポイントを抱える、タカヒロ、レゼール、スライムも負けじと抱える、さあ、バイオレット、ソウルでポイントを抱えておりますが、さあ、本来、ムーイやリークがポイントを取っていなければいけないところ、なかなかポイントが稼げません。さあ、557対243からでございますが、どうだ。さあ、残り時間わずかで、これは逃げ切りか。さあ、マサトが落ちても、これは逆転できません。マサト、タカヒロを落とさなければダメでございますが、こちら、ゴーさんに、さあ、愛が落ちる、旅芸が落ちて、リークが落ちて、ムーンが落とされれば決定か。さあ、これはほぼ決まってしまったが、ゴーさん8対2、6、2。さあ、マサトを落としてもダメですが、ここは、さあ、勝負かけなければいけません。楽勝。マサト直接対決の固定戦は、楽勝愛を下してのお見事。先ほどの雪辱を果たして、マサト勝利はレゼール軍。さあ、レゼール 2.2 倍からあちらの、さあ、新勢力の正義軍とフィグゴロ常連勢悪の軍団、どっちが勝ちましたか。さあ、ウィンが勝ったらしいです。さあ、ウィンが勝利、1番人気 1.7 倍のウィン軍勝利、4番人気のチュン、ユレリア、ロブ、ミーツは敗れてしまいましたが、チュンさんまたのお越しお待ちしてます。放送環境どなたか入れていただけると出場しやすくなるので、一つご検討ください。はい、 OK。 さあ、そして手順が違ったように感じたんだけど、両方とも同じくらいうまいの。わかりません。わからないんですね。さあ、行くか。この悪の軍団にふさわしい曲で行くか。さあ、愛さん、失礼。さあ、マサド VS ウィン来ました。さあ、シルバー鎧 VS ね、シルバー鎧 VS の、もしかすると昔はシルバー鎧の対決。さあ、マサト、レゼール、タカヒロ、スライム。さあ、このね、4名中3名が鎧ね。レゼールはさぞかし肩身の狭いことでしょう。皆さん、これなんでこの扉いじってるか知ってます？この貧乏人の習慣なんですけど、これなんでか知ってます？これ話しかけてる最中、食事の時間が減らないんですよ。そうなんです。食事の30分の時間が減らないんですね。さあ、こちら、貧乏ハングリー魂で銀鎧を取ったマサト、ナイス。扉固く閉ざされている、渋い。さあ、マサト、パラディン、レゼール、戦士の高弘、旅芸、スライムは僧侶。マサトは今回第11回バトルグランプリは10位。高弘は23位。そしてスライムが76位と。さあ、いずれも鎧3名身を包んでの、まあ、レゼールはそれのお友達と。さあ、いうところで400対400の開始でございます。さあ、お相手はかつての、さあ、コロシアム界を牽引してきたトッププレイヤーたち。おそらく今回のグランプリ団体戦も狙ってくるでしょう。さあ、このウィン・クロックス、ヒロキン、レジェンド。レジェンドさんはね、突如として現れましたから。
突如としてアストルティアに現れたスーパーコロシアムプレイヤー。まあね、転生の噂なんかを立てられてね、すごく迷惑したってかわいそうだったなんて意見もありますけど、未だに俺は疑ってるぞという方も大勢いらっしゃいますが、さあ400対400はこちらがまずは移動してのクロックスが取る。さあイーブンでマサとクロックスもちもちとなりましてからが、まずは1分15秒経過。ここまではイーブン。しかしこのやはりトッププレイヤーね、これ激しくこう動くんですね。ターゲットを捉えないようにやったりね、このテンションが高くわわわって感じなんでしょう。さあ来ました、この鎧3人の軍団でございますが、さあこちら90秒経過。さあそしてグランプリは2月18日明日明後日からですね、明後日からもまた凄まじいね団体戦、団体戦ブラザーの皆様、ランクインした暁には、ね、ぜひともまたフィグコロに遊びに来ていただきたいと思います。さあ3分10秒、こちらが残り1分50秒で、経過しておりますが、さあここは耐えます。さあビッグバン耐えてからのレゼールがビッグバン打ちましてからが、これはダメージ与えていく。さあそしてグランドネビュラクロックスが、これクロックスパラディンやってんな。さあ高弘が落とされます。さあここ25ポイント差でございますが、これはパラディンに175ポイント持たれて戦士のレゼールが落ちる。さあここはリードを広げてきたウィン・ヒロキンレジェンドクロックス。さあ475対325。さあこれはどっちかというとね、まあレゼールさんに勝ってほしいですね。まあどっちかというとね、まああんまり悪の軍団勝ちすぎるとね、まああんな奴らは君臨してんの行きたくねえよフィッコロってなると、まあうちはうちはそれで困るんでね、まあ悪は程よい時に勝って、まあ今日は負けてほしいですね。昨日はもうこの前勝っちゃいましたけど、今日はまあ軽く負けて、あやっぱり銀鎧の正義の軍団が強いんだなっていう感じでね、あの私だったら脚本書きたいですけど。さあこちらが2分5秒。さあここでパラディンガード来ました。まあこのパラディンガードはマジで最強だろこれ。最強の技っていうかもね、あの最高の防御技ですけど。さあ450対350でクロックスがポイント抱えて逆転。さあここで逆転がマサトが150、スライム100、タカヒロ100の戦士のレゼール75。さあレゼールがもうちょいポイント集めればこれは安定しそうなものでございますが、さあクロックスを落としていくか。さあウィン25ポイントからの妨害の仕事をしております。さあ375対425、残りがラスト90秒。さあこのマサト、さあフィグコロのステージ、さあマサトが初めて初登場。マサトはでもランカー結構さ笑ってますね。さあレジェンド不敵な笑みを浮かべておりますがね、え、もう法の抜け穴をくぐるとこんな感じ、ゲヘヘレジェンド。さあこちらが413からの387が残り1分5秒。さあ65秒からの残り時間でわずか13ポイント。さあここは悪の軍団ウィン・レジェンド・ヒロキン・クロックスがリード。さあ残り1分。さあ高弘笑わせられる。さあマサトが、こちらがマサトが動きますが MP はもう大丈夫ですね。さあ13ポイント。さあこの13ポイントが重い。さあ来ました、463と337。まあこれあのバカラで言ったら463はね、プレイヤーは3点、バンカーで言ったら337はね、これ3点のドローですけどね、463対337はこれバカラだったらドローですね、3点ドロー、渋い。さあ463対337からでございますが、さあこれが決まるか、残り十数秒というところ。さあこれはクロックス、ヒロキン、レジェンド、ウィンがリードして逃げ始める。さあ逃げていく逃げていく、運営の間の手じゃない、さあ運営の追撃からも逃げてるレジェンドからでございます。さあ463から337。さあこれはマサト君からも逃げていく、463337側で、さあこれは決まるか、サミダレ好きヒロキンからベホイム。さあここ入りまして、コンセンサス間に合う。さあコンセンサス入って、これ逆転ならずですね。さあこれはならずです。さあこちら413対387はこちら遺伝子組み換え軍ナイス出場からの2連勝はさあ悪が栄えた試しあり。さあこちら勝利はウィン軍 1.7 倍は一番人気、すごいな、
いや、始めたばっかなのにすごいよな。いや、ちょっと強えな、こいつら。こいつら普通に、誰か倒してくれませんか。ちょっとこれ以上あれすると調子乗るんで、トツカーナがいつも勝ってんだよ。トツカーナがこの悪の軍団にかけていつも勝ってんだよ。悪の成金トツカーナ。さあ、1.7 からがこちら。おやおや、暴言キッズ復活、暴言キッズ復活、元1位で、暴言のことによって銀鎧を失った賞。さあ、こちらが85万ゴールドからが、まずは配らせてください。ちょっと悪の軍団強いな。サンパンマンからでございますが、あいうえお。サンパンマン85万ゴールドからがナイス。でもなんか俺ね、いろいろ噂に聞いたんだけど、あんま、あれだよ。いるらしいよ。レジェンド出てるから行かねえみたいな層っているらしいよ。しょうがねえよな。誰が一番かっちょっと、俺が一番かっちょっと、フィッコロが。悪の軍団許してるから、もう行くのやめようぜ、みたいな。しょうがねえよな。さあ、あと一戦やった方がいいですか。ナタリア85万ゴールドからが、ナゲッチ。いや、こいつら、しかし、こいつら、団体戦最強勢だからな、これ。ウィン、レジェンド、ヒロキン、キョックス。団体戦のレジェンドたちだからな、こいつら。170万ゴールドからが、こちらが、ソフィア。さあ、ソフィアさん、4点張り、ありがとうございました。サシスセ、ソフィア。170万ゴールドから魔物使い、MVP からの170万ゴールドからがユリーカ。いやー、さあユリーカ170万ゴールドはナイス。あ、この子あれですか、間彦一はなんか実況とかしてるんですか。消えろや、遺伝子組み換えとか言ってんすか。まあ、豊玉工業ですね。うん、豊玉工業。さあ、こちら、トンポからが、立ちつてと、さあ、トンポ170万ゴールド、ナイス。さあ、少々、お配り170万ゴールド。おや、この、暴言キッズ、おや、暴言キッズ復活からの、復活の最初の舞台にフィッコロ選びますか。すごいよな。銀鎧取れた位置から暴言でランクずるずる下がっても10何位だろ ?20 何位か。170万ゴールドからがポッティ。ハヒフエホー。さあ、ポッティ170万ゴールドからがネゲチ。あのね、またダイレクトメール苦情でいろいろ言われたんですよ。いや、その、悪い人たち、悪い人たちが、規約違反者出して、誰も来なくなって、相手にされなくなったらどうするんですかって来たんですよ。TA やるって返してきました。誰も来なくなったら TA やります、つって。皆さんにご指示いただけなかった時は、種目変えます、つって。そしたら、返信が来て、あっそうって書いてきました。さあ、こちらがレンからラリルレ340万ゴールドで、実際あなたはで、実際あなたはやってると思ってんですかって聞かれたんで、知らないって言ってました。340、俺に関係ねえって言ってました。 C4 からさ、 C340万ゴールドからはこちら、ナイス、ナイキャッチ。だから暇なやつってうるせえんだよな、そういうの。他人のこととかどうでもいいよな。いや、自分に被害のない他人のこととか関係ねえよな。さあ、ニーヤンからな、ニー。どんだけ暇なんだ、こいつだと思う。340万ゴールド、ニーヤンからがナイキャッチ。
まあ、その暇な奴らに変身する俺も俺だけどな。510万ゴールドからともえがナイゲッチ。さあ、ともえ510万ゴールドからがお見事、ナイゲッチ。そして、シェラ510万ゴールド、510万。さあ、こちらが、シェラ、サシ、シェラ、さあ、ナイスかわいい、シェラ。シェラ、シェラ、サシ。シェラ、510万ゴールド。河合さん、三好さんに続いて、間彦一ってテンション高めのやつが出てきましたけど、ツイートセンス的にはどうですか？間彦一頑張れそうっすか？850万ゴールド。私はちょっとスタートからテンション高すぎるんじゃないかなって心配してるんですけど、今日はあっさり記録を残してないなんてことがありそうですけど、まあね、頼んでやってるわけじゃないから、強要できないからね。さあ、850万ゴールドくせに、ナイス。ポチって欲しいくせにコメント読まねえ。いや、読まねえもんだって。やだ、そらもう、中には応援してくれてる人だっているのにとか言われるんだけど、そんなもんしょうがないよ、お前。読みたくねえんだもん。だって、いかに俺悪のフィクサーといえども、あんまり連チャンで悪口考えたら見たらテンション下がるもん。850万。うわぁ、俺こんな嫌われてんのかってテンション下がるもん。そういうのは見ないのが一番だよ。850万ゴールド。さあ、ノリからがこちら850万ゴールドはナイゲッチ。ダララララララ。さあ、レイトがこちらが1020万。少々ね。ウィンさん少々お待ちを。レイト、ラリルレ。さあ、レイトさんがこちら、ラリルレイト。さあ、レイト1020万ゴールドはナイゲッチ。まずは準優勝のレゼールでございますが、作戦フレンド誘うが、ウィン。さあ、1600万ゴールドからがウィンがナイゲッチ。1600万がアイユー。さあ、こちら悪の軍団総長ウィン1600万ゴールドナイゲッチ。そしてこちら400万ゴールドが、レゼールはフレンドがいない。レゼール、リーク、ムーン、バイオレット、レゼ、違う、レゼール、マサト、スライム。マサトがいない。マサトがいない。スライム、タカヒロ、タカヒロ、スライム。マサトさん、そろそろちょっとフレンドいいですかね、そろそろ。マサトさん、フレンドお願いします、フレンド。郵送めんどくせいんで。それか、スライムさん、はい。そして、1.7 倍から1700万ゴールドが、モモ。さあ、エースモモ1700万ゴールドはナイゲッチ。そしてこちら準優勝400万ゴールドからがスライム、サシス。さあ、こちらナイスランカースライムからが、こうやってるね。さあ、こちらがスライムさん、全然関係ないですけど、ID の頭文字 RM っすね。さあ、スライムからがナイス400万ゴールドナイゲッチ。そして2210万ゴールドからがレオ、ラリルレオ。さあ、こちらレオさん合ってるね、 BF レオさん、はい。さあ、2210万ゴールドレオはナイゲッチ。さあ、優勝賞金お渡しして、そしてトツカーナ来た。さあ、トツカーナ、こちら3000万ゴールドからの 1.7 倍が、さあ、トツカーナ5100万ゴールドはナイゲッチ。
さあ、というところで皆さん、払い漏れはないと思いますが、ラストもう一戦見たいという方はナイスワンコメント。さあ、もう一戦だけ今日これね、もう50分。24時50分、これギリギリだよ、これ。もう4軍来たら行こう。おや、来ました。さあ皆さん、この方をご存知でしょうか。皆さん、この方をご存知でしょうか。皆さん、この方、かつてバトルグランプリ第11回1位だったんです。皆さん、この人1位だったんです。皆さん、この人、私がちょっとまたフィキコロやろうかなというきっかけをくれた人なんですけど、フィクサーさん、フィクロやってください。また見たいです。お願いします。あなたがランカーになって出場してくださるならやりましょう、つって。適当に切ってたなと思って返したら、なるほど。ゴールドクロスまとっていきますね。と書い、強気な発言してきて、今何位ですかって聞いたら、1位です。2月7日の時点で、1位です。本当って聞いたら、うん、つって。なんでキャラ名ですかさ、ショーです、つって。で、こいつ1位だったんだよ。ね、1位だったの。したら、その次の日に、白チャットで、一緒に組んだ人に死に地雷って白チャット言って、番になったんですよ。死に地雷って言ったら番になって、10万位にいい位置につけたのに、その後、コロシアムできなくて、最終的に18位になったんですよ。だから、そのままコンスタントに頑張ってたら、1位は難しくても、銀鎧は十分狙える位置だったんですよ。だから、暴言によって銀鎧を逃して、なおかつ、それでも銅鎧で生き残った、ナイスショーの登場でございますが、さあ、そんな来ました。さあ、暴言を。私は死ね地雷、死ね地雷って言ったんですよ。死ね地雷。まあ、要するに、まあ、アホなキッズですね。アホなキッズですけど、この激戦の中で、一度は頂点の玉座に座っていたプレイヤーです。ね、わずか8時間だけだったかもしれませんが、玉座に座っておりましたプレイヤー。さあ、このショーと戦ってくれる方募集しておりますが、どうも芋を潰したいと言ってます。 CF。いや、外に出た時だって。さあ、ウィン、レジェンド。ウィン、レジェンド、ヒロキン、クロックス。いや、しかし、こう見るとね、問題児がいっぱいいて、ニコ生的には豊作ですね。ニコ生放送的にはこのコロシアム界っていうのは結構相性がいいんですね。レゼール・マサト。レゼール・マサト・タカヒロ・スライム。
スライム74と、それ I 7.72 倍、I、そしてムーン、 I からの、チュン 13.1 倍、レゼール、マサト、タカヒロ、スライム、ウィン、レジェンド、ヒロキン、クロックス、こちらが 2億の、優勝賞金が1600の1時だな、これ、今回最高ないキャッチが戸塚アナ5100、曲なんかシビーな、さあ、オッケー、さあ、失礼いたしました、粉粉くん消していただいてオッケーですが、さあ、この時間で果たして4軍が集まるのか、チャララは2000万の500万でしょう。さあ、こちら鉄人来ました。こちらもグランプリ個人戦の常連、確か一番高い時は7位、今回もランクインしてますよね。そしてアストルティアマネー完走と、あれ銀魚類2人なんていんの、渋銀魚類2位の方ありがとうございます。はい、ショー、暴言1位、転落キッズ、さあ、鉄人放送、賞が放送なし、そして鉄人放送なしということは鉄人 VS 賞ですね。おい、鉄人ジェリードさん、お、鉄人ジェリードオスカさん、これあれですね、鎧はオスカーさん、マーコさん、この度はおめでとうございます。ようこそフィッコロへ。さあ、オスカーさん、マーコさん、こちらが、銀鎧でございますが、何位の方と何位の方ですか。さあ、エルプー来ました。さあ、エルプー放送あり、エルプー、さあ、鉄人ちょこちょこで放送でディスるけど連れてきてくれるあたりはありがたい、ありがとうございます。さあ、それはお、これマジ、これマジのやつじゃん、これ、ここ本命だろ。本命。はい、オスカさん、これ全員ランカーか？はい、銀鎧。はい、マーコさん、銀鎧。ナイス。ナイス、銀鎧、銀鎧。ジェリ、全員ランカーだな、ここね。で、ショーが誰だって？ショー22か。あ、ショー、ニャンニャンからの高弘と並んでいる。高弘23、
オレコ、そしてスライム、スライム74。さあオスカー、さあ銀鎧からオスカー7、マーコ6、言わないっす。さあそしてジェリードさん、なんだ強っ、ちょっと待ってよ、すげえな。39位、39位、鉄人28位なの、やりますね、みんな。おい、すごい、しかもみんな50位以内、50位以内プラス40位以内か、40位以内、しかも銀鎧が2人、やばいですね。さあそしてこちらエルプー、それはルシール、ルシールはこれ誰なんだろうな、ルシール。そしてうちが放送しますか、いや放送お願いしますよ、レジェンドさんお願いしますよ。さあ8、さあエルプーは8が放送、鉄人28号間違いない、鉄人28号、本当は鉄人28号だ、渋、鉄人28号だ、本当だ。あ、レジェンドさん、荒れるんで、じゃがいも込みでやんないでね。レジェンド